はい、白猫テニスです。白猫テニスが900万人突破ありがとう記念ということで、チャグマ・シャルロットと、あと、なんかチャグマ・ゲオルグが来ております。はい。いや、このね、シャルかっこいいですよね。この応援団みたいな感じで。しかもね、この限定カラーが、チャグマ・シャルロットなんですよね。そう、白猫プロジェクトでも出てたチャグマ学園のシャルロットなので、いや、この限定カラーはめっちゃ欲しいですね。そう、こっちもかっこいいんですけど、やっぱね、馴染みのあるこっちのシャルが欲しい。まあ結局シャルが必要なんですけどね。そう、で今回もシャルが限定で登場しておりまして、そう、15日までなんですよね。いや、ぜひ欲しいです。はい、ということで、今回はシャルロットを狙っていきたいと思います。うん、かっこいいですね。そう、それで、私まだね、ちゃんとシャルロットと戦ってないんですけれども、SS でチャグマ会長モードっていうことで、なんかルカに対して強いみたいなことを聞いたので、そう、しかもシャルロットが歌う夢の中の夢の中の夢の中っていう曲が聴けるみたいなんで、そう、私ちょっと聞いたことあるんですけど、あの曲すごいね、いいので、ぜひ欲しいですね。そして、ゲオルグ。この、なんかね、星たぬきめっちゃ可愛かったね。337拍子のリズムで、なんか、はっはって言って、すごいね、可愛かったので、そう、ちょっと欲しいですね。はい。でも今回はシャル狙いで行ってみたいと思います。はい。今回は、11連ですかね。チケット10枚で回したいと思います。そして、今ね、キティちゃんと、そう、ジバニャンが来てるんで、ジバニャン早速私100にしたんですけど、キティちゃんは、あれですね、ジュエルで引かないともらえないんですけれども、これめっちゃ可愛いですよ、ほら。この首グワーンとして、めっちゃ見てくれるキティちゃん。そして後ろにいるジバニャンがね、すごい可愛いなって思いました。はい。そんな感じでガチャ回します。はい、それでは早速11連を回したいと思います。このゲオルグ、皆を応援だ。はい、ということでシャルの、やっぱりこの生徒会長モードのシャルがめっちゃ可愛いですね。はい、ということで、シャルと、あと私持ってないのが、リネアも持ってないし、レナも持ってないし、ただね、一番の狙いは、やっぱりこの色メロ。色メロめっちゃ欲しいですね。そう、シャルの次に欲しい、色メロが。そんな感じで、行きたいと思います。いや、私、1周年のルカ持ってないので、やっぱよりシャルが欲しいんですよね。そう、ルカ強いんでね、やっぱ。うん。ちょっとゲットできなかったので、ぜひ、ここで、こう、ババンとシャルをお迎えして、ルカに対しても、ちょっと日和ることなく、ちょっと頑張りたいかなって思います。はい、お願いします。あとやっぱ色メロ欲しいですね。なんか色メロ、ちょっと水着っぽいので、次あたり、お、結構ある。もうそろそろいなくなっちゃうんじゃないかってちょっと心配でね。うん、季節限定みたいな感じで。さあ。お願いします。はい、ファンが続きますね。でも結構星さん来てたんで、なるほど。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。まあね。まあ、ゲオルグは限定ではないので、まあでも、嬉しいかな。うん。星たぬき見れるしね。はい、でもまだ終わってない。まだ終わってない。まだ。素晴らしい。いや、いいでしょう、これは。色メロ欲しかったんや。
ありがとうございます。はい、ということで、イロメロとゲオルグが来てくれました。いや、イロメロ嬉しいですね。いや、イロメロ強くて可愛いみたいな。いや、本当欲しかった。やったね。クレーコートなので、あー、クレーコート、そう。でもライフォード抜かしたくねえな。ちょっと考えます。はい。そして、ゲオルグがグラスコート。いや、いいですね。ちょっと使ってみたいな、早速。うん。ちょっとね、星たぬき見たいですね。337拍子してる星たぬき。はい。ということで、星音が2体来てくれました。いや、全然嬉しいです。シャルは無理でしたけども、まあ、まだ15日まであるんでね。うん。単発をちょこちょこ引いて、追いたいかなって思います。はい、今回来てくれたイロメロとゲオルグなんですけれども、ちょっとゲオルグの方を見たんですけど、そういえばゲオルグあれでしたね、チャージショットが打てるように、打てるようにじゃない、打てるんですよね。そう、チャージショット結構厄介なので嬉しいかな。そう、チャージショットと、あとグッドジャスト時ノックバックダメージプラス 5%。おー、なるほどなるほど。スーパーショットは337拍子。はい、ちょっとでも使ってみたいな。うん。じゃあどんな感じか気になりますね。まあ、色メロは相変わらず可愛い。可愛くて強いみたいな。いや、あの色メロ強いですよね。やっぱりこうジャストでこう燃焼状態にされるのがすごいね。うん。厄介。そして、ジバニャンが可愛い。ジバニャンが負けた時にラケットをこうフンってやって、そのラケットが頭にぶつかる動作があるんですけど、それがめちゃくちゃ可愛いと思います。はい。はい、そんな感じで、いや、今回はね、まあ、狙いのイロメロと、あとゲオルグも、はい、来てくれたのでよかったです。うん、シャルはまだ諦めません。はい、それではありがとうございました。あ、そう、凱旋ね、また10勝すると11連チケットもらえるので、はい、それも頑張って10勝して、そちらもね、また次の機会に回せたら回したいなって思います。はい、それではありがとうございます。